ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。さて、今回は、巣鴨プリズン、を紹介するぜ。巣鴨プリズンって、戦犯が処刑されたところだよね。その通りだぜ。今はもう取り壊されていて、跡地には誰もが聞いたことがある、あの有名な施設が建っているんだ。巣鴨にある有名な施設って、トゲ抜き地蔵しか知らないけど、まさかトゲ抜き地蔵なの？いや、さすがに違うぜ。巣鴨プリズンの跡地は、サンシャインシティ、として再開発され、あの、サンシャイン60、が建っているんだ。そうなの。ところで、サンシャイン60って池袋だよね、巣鴨じゃないじゃん。確かにそう思うよな。ただ、それも巣鴨プリズンが歩んできた歴史を紐解けば解決できると思うんだ。なんだか気になるわね。それじゃあ早速、そんな、巣鴨プリズン、の紹介を始めるぜ。わかったわ。巣鴨プリズンとは、第二次世界大戦後に GHQ によって接収された東京拘置所の呼び方なんだ。東京拘置所、それって、今は小菅にあるよね。その通りだぜ。小菅に移転したのは1971年のことで、それまで東京拘置所はこの地にあったんだ。東京拘置所の歴史は古く、江戸時代中期にまで遡る。当時、老中の松平定信が主導して行われた官制の改革で、現在の中央区佃島にかつてあった石川島に人足寄せ場が設置されたんだぜ。人足寄せ場？幕府の設置した経済人の自立支援施設だぜ。そんな人足寄せ場は明治時代に入ると、1877年に、警視庁石川島監獄所、へ改称され、警察施設としての役割を果たしたんだ。ただ、1895年には獄舎の老朽化により近代的な監獄を設ける必要性が生じたことなどから、石川島監獄は北豊島郡巣鴨村、現在の豊島区東池袋に移転し、巣鴨監獄、へと改められたんだぜ。サンシャイン60があったところって、昔は巣鴨村だったのね。その通りだぜ。移転後、1922年には、巣鴨刑務所、に改称されたんだけど、翌年に発生した関東大震災で被災してしまうんだ。大きな被害を受けた巣鴨刑務所は1935年、北多摩郡府中町、現在の東京都府中市に移転され、府中刑務所、となったんだぜ。あれ、府中に行っちゃったじゃない。そして、巣鴨刑務所の跡地には庁舎が新築され、1937年に未決囚を主に収容する、市ヶ谷刑務所、が牛込区市ヶ谷富久町、現在の新宿区富久町から移転してきたんだ。この際、普通刑務所と区別するため、東京拘置所、と改称されたんだぜ。なお、東京拘置所の敷地は巣鴨刑務所時代の約3分の1に縮小され、他の敷地は造幣局などになっているんだ。昔はもっと広かったのね。さて、東京拘置所の敷地の北西には処刑場があって、第二次世界大戦中の1944年には、ゾルゲ事件の主犯とされるリヒャルト、ゾルゲ及び尾崎秀美の死刑が執行されているんだ。彼らの他にも、当時の東京拘置所には主に共産主義者などのいわゆる思想犯や、反戦運動に関わった宗教家などが拘置されていたんだぜ。共産主義者や反戦運動に関わった人が拘置されていたなんて、戦前や戦時中って感じがとても強いわね。そうだな。そんな東京拘置所も、第二次世界大戦で日本が敗れると連合国軍の占領下に置かれ、GHQ こと連合国軍最高司令官総司令部に接収されるんだ。そして、巣鴨プリズン、と改称され、戦争犯罪容疑者が多数収容されたんだぜ。そんな収容者の待遇が、アメリカ軍と兵士と駐留地に関する記事を中心に、世界中に展開する米兵と退役軍人に読まれている米軍の準機関紙、星条旗新聞、1945年11月27日付の記事に記述されているんだ。どんな待遇を受けていたのかしら？この時点では、収容者はまだ有罪として認められていなかったから、食事の順番や掃除の免除などについては逮捕前の軍の階級や社会的地位を配慮したものとなっていたんだ。日本人の食事は和洋食で、おかずの例として朝食はかき卵、昼食が野菜シチュー、夜食がほうれん草、コーヒー付き。また、家族からの食料の差し入れも認められていたみたいだぜ。終戦直後の混乱期でこれだけのおかずがあったなら、ある意味で恵まれていたのかもしれないわね。また、日本人以外の収容者にはアメリカ軍の兵食が提供されていたんだ。その後、1947年2月頃になると帰結囚の労働が本格化し、永久戦犯や60歳以上の高齢者、そして病人以外は全て就労を命じられたんだぜ。就労って、どんなことをしていたのかしら？巣鴨プリズン周辺の道路整備や運動場、農園、兵舎や商工用宿舎建設などの重労働を命じられたんだ。そんな重労働だけど、午前と午後に1回ずつある5分の休憩と昼食時の休憩時にしか休めなかったんだぜ。たった5分だけだって。
しかも、私物は一切禁止で、すべて制服着用で行わなければならなかったんだ。これらは長い拘禁生活と裁判の疲労で、体力の落ちた戦犯たちには重労働であったことから、こんなことならいっそ死んでしまえばよかった、との声もあったみたいだぜ。ただでさえ裁判とかで精神的に疲れてる中で重労働なんて、参っちゃうよね。このような重労働がどうやら2年ほど続いたらしいんだ。ただ、重労働の結果、建設を命じられた施設が完成すると戦犯たちは信頼を勝ち取り、減刑などの恩恵を受けたんだぜ。新聞や雑誌、本などの閲覧のほか、上野図書館からの書籍の借り出しも許可されたんだ。さらには、ラジオも定期的に聴取することができ、映画も週に1回鑑賞できたみたいだぜ。ちなみに、後年になって明かされたんだけど、占領軍の主体であるアメリカ軍は情報戦の一環として、官房に装置を密かに取り付け、戦犯たちの会話を盗聴していたらしいんだ。信頼しているように思えたけど、奥底ではやっぱり色々と疑っていたってことか。さて、1948年12月23日には、ここ巣鴨プリズンで極東国際軍事裁判により死刑判決を受けた東条英機ら7名の A 級戦犯の公死刑が執行されたんだ。その翌日、A 級戦犯容疑者として巣鴨プリズンに3年余り拘束されていたある人物が不起訴となって釈放されているんだぜ。ある人物？後の総理大臣、岸信介だぜ。岸は東条内閣の閣僚としての改選責任が追及されたものの、改選を実質的に決めた1941年11月29日の大本営政府連絡会議の共同防衛には参加していなかったこと、東条首相に即時停戦講和を求め、東条側からの恫喝にもひるまずに内閣を閣内不一致で当確させた最大の功労者であったこと、そして元米国駐日大使ジョセフ・グルーラから人間として絶対的な信頼を得ていたことなどの事情が考慮されたため、不起訴となり放免されたんだぜ。もし起訴されていたら、日本の歴史も大きく変わってたかもしれないわね。さて、岸は米軍の車で、当時の吉田内閣の官房長官である弟の佐藤栄作がいる永田町の官房長官官邸に送り届けられたんだ。皇帝の玄関に立った岸のいでたちは丸坊主で、巣鴨プリズンで支給されたボロ服にドタ靴を履き、ちょびひげを生やしていたんだぜ。そんなみすぼらしい身なりのまま、弟はいるか、と尋ねたことから、応対に出たお手伝いの女性は困惑してしまったんだ。確かに不審者みたい。実際、女性は岸を不審者だと思い込み、ちょっとお待ちください、と言って引っ込むと、護衛を連れて戻ってきたんだ。ただ、やってきた護衛がたまたま東条内閣時代の顔見知りで、岸先生じゃありませんか、と言い、公務で不在にしていた佐藤を待つことにしたんだぜ。佐藤が公務から戻ってきた時がちょうど昼食時だったので、佐藤は、何か好きなものがあれば食べさせる、と岸に言ったんだ。すると岸は巣鴨プリズンで3、4回程度食べたマグロの刺身がとてもうまかったことから、マグロの刺身を要求したらしいぜ。出所直後にマグロの刺身か。それだけ食べたかったのね。実際、岸は出所した際にはマグロの刺身を腹いっぱい食べてみたいと思っていたらしいんだ。すると、大きな皿に盛ったマグロの刺身を用意してくれたみたいだぜ。ただ、食べてみると思ってたよりそんなに美味しくなかったらしいんだ。そこで岸は落語、目黒のサンマ、をもじって、マグロは巣鴨に限る、と笑いながら語ったらしいぜ。大物はエピソードが一味違うわね。話を巣鴨プリズンに戻すぜ。巣鴨プリズンでは A 級戦犯7人の他にも、BC 級戦犯が52人も処刑されているんだ。ところで、A 級戦犯と BC 級戦犯って、何が違うのかしら？第二次世界大戦においてドイツが降伏した後、1945年8月8日にイギリス、フランス、アメリカ合衆国、ソビエト連邦の連合国4カ国が調印した国際軍事裁判所憲章で通例の、戦争犯罪、に加えて、平和に対する罪、と、人道に対する罪、が新たに規定されたんだ。国際軍事裁判所憲章では、A、平和に対する罪、B、戦争犯罪、C、人道に対する罪、の3つが英語原文で ABC 順になっていることから、項目 A の、平和に対する罪、で訴追されたものを A 級戦犯、項目 B、項目 C で訴追されたものをそれぞれ B 級戦犯、C 級戦犯と呼ぶんだぜ。そういう違いだったのね。ちなみに、日本の戦犯のほとんどは B 級戦犯なんだぜ。また、陸軍の松井岩根のように、A 項目の訴追事由では無罪になったものの B 項や C 項の訴追理由で有罪になったものもいるんだ。そんな日本の BC 級戦犯は、GHQ により横浜やマニラなど世界49カ所の軍事法廷で裁かれ、約5700人の被告人のうち約1000人が死刑判決を受けたとされているんだぜ。そんなにいたの？そうなんだぜ。
そういった死刑囚が処刑された処刑場の鉄碑には、13と書かれていたことから、13号鉄碑、とも呼ばれているんだ。ちなみにこの鉄碑は、現在法務省で保管されているんだぜ。いろいろと重みのある扉ね。1950年、日本の隣にある朝鮮半島で朝鮮戦争が勃発したことに伴い、多数の米兵が朝鮮半島へ出兵したんだ。これによって、日本に駐留する米兵の数が減少し、自衛隊の元となる警察予備隊が設けられただけでなく、この巣鴨プリズンにも8月から日本人刑務官が着任しているんだぜ。ただ、それでも管理しているのは米軍で、彼らは米軍の管理下で警備に当たったんだ。ちなみに、巣鴨プリズンで最も収容者数が多かったのは1950年1月時点で、1862人の戦犯が収容されていたんだぜ。終戦から約5年が経った時が、一番収容者数が多かったなんて意外だわ。まあ、終戦直後すぐに逮捕状が請求され、即全員逮捕されたわけじゃないからな。その後、1952年、昭和27年4月にサンフランシスコ講和条約が発効されたことによって巣鴨プリズンは日本に移管されたんだ。日本に移管された後、公文書状など正式には、巣鴨刑務所、となったものの、一般には、巣鴨プリズン、と呼ばれ続けた上に、引き続き戦犯を収容していたんだぜ。やっと日本の手に戻ったのね。そして1958年5月、最後の戦犯18人が釈放されて巣鴨刑務所は閉鎖されたんだ。そして東京拘置所が巣鴨に復元されたんだぜ。その東京拘置所も、さっき紹介した通り1971年に小菅に移転した後、施設はすべて取り壊され、跡地は副都心として再開発が進められることとなったんだ。これに先立つこと1966年には新都市開発センターが設立され、1973年に当時アジアで最も高い海抜251メートル、地上60階、地下4階の高層ビルサンシャイン60を含む、サンシャインシティ、が着工され、5年後の1978年に完成したんだぜ。他にも、処刑場周辺は豊島区立東池袋中央公園となって、公園内には慰霊碑、平和の碑、が建立されているんだ。これからは、悲惨な戦争を二度と起こしてもらいたくないわね。サンシャイン60で買い物を楽しめるような日々がずっと続いてもらいたいわ。まったくその通りだぜ。以上が、巣鴨プリズン、についてだぜ。今回紹介した他にも、巣鴨プリズン、に関する歴史やエピソードを知っていたら、ぜひコメントしてほしいぜ。それじゃあ、今日はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。